転生したら剣でした。フランちゃん可愛すぎてすまんな。被害シーンだけでほんわかできて癒された。この剣以上に強い剣がたくさんあるってのが衝撃で、この作品マッチーと作品じゃないってこと再認識しました。にしてもフランちゃん可愛いってことで、とりあえず来週も楽しみです。以上、転生したら剣でしたのお話でした。